今日は青山に来ました。というのも私も前々から女子活してるじゃないですか。ごめん、もうなんかみんなおなじみのみたいな感じになっちゃったけど、女子活してるんですね。でその中で女子としてここは外せないというお店ありますよね。そう、フラン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 って感じなんですけれども、私はフランフランに行ったことがないけど、女の子からフランフランの雑貨がフランフランのなんちゃらがフランフランって名前ばかりが先行して、でも行ったことがなくて、行ってみたい行ってみたい、いつかフランフランに行ってみたい、お母さんお母さんフランに行ってみたい、ブリンゴブリンゴブリンゴ株式会社ブリンゴってなってたんで、今日はフランフランで初めてお買い物をしてみたいと思いますという動画を撮りたいですってフランフランさんに言ったら、なんで営業前に特別にちょっとだけ開けてくださって、撮影していいよって言ってくださって本当にありがとうございます。というわけで初めてのフランフラン緊張するんですけど、頑張ってお買い物しようと思います。やりっか、とりあえずもう開けた瞬間目についたんで、スリーかわいい、これ欲しい、今日ツリー1個買うわ、かわいい、あ、恐れそう。多分世の皆様って、大和恵美という人間はこういうのを見て、ああいうの女子が好きなやつでしょってバカにする方の人間だと思ってる方も多いと思うんですよ。逆です、大好き。クリスマスにツリーとか置きたい人だから、え、かわいい、全部欲しいんだけど現実的じゃないよね。私光り物好きだから光るやつがいい。え、何が、サンタかっけー、でもやっぱ一番最初のあれがいい、ほら光ってるし、レインボーにもなるしオレンジにもなるっていう USB ウォーターツリー、これ買います。え、あとフラもあるよ、あ、もうあとツリーで終わっちゃう、次あれフラフランで人気なんでしょ、フレグランス、あ、これ女の子の家に置いてるやつ、無理なんだけど置きたい、絶対欲しい、すごい種類ある。どれが一番人気ですか、この辺りの、ああ光るんですよ、え、光るんですか、え、おしゃれ、あとはこれも人気です、かわいい、めっちゃいい匂いする、こんなん迷うやん、でもいいや、この辺の人気どころから、あ、いい匂い、あ、いい匂いする、こんなん無限ループよ、いや私光も好きやからな、よくないこれ、いい女の匂いがする、全部いい匂い、香りって結構さ好みがあるじゃない、で今のところ私全部好きだから逆に困るよね、どっちかやな、え、これにする、決めました、光るし女の子らしいけどめっちゃ女の子ヒーって感じじゃない感じのやつです、え、素敵素で笑っちゃった、すごいクリスマスじゃん、かわいい、でもさツリーちっちゃいの買ったや、部屋にぶら下げたらいいの、いや、ダメ、ちょっと本当にかわいい、すごいわこれ、女子の憧れって意味が分かった、最近ねクレナちゃんがね引っ越したんやけど、全部雑貨とかフランフランで揃えたんよみたいな話をしてて、女子の憧れみたいなワードじゃない、言いたいよね、いつか、今は無理よ、でも私も福れないになりたいから、ちょっと食器怖いな、なんかちょっとごめん、ハードル高いです、料理しないんで、ウーバーイーツなんで調子乗っちゃう、こんなお皿にアクセサリー乗っけたりとかして、インスタグラマーが写真撮るとき使うらしいです、あっちのおしゃれなお皿とか、そんなん聞いたあ、なるほどね、え、じゃあ私もインスタグラマーになりたいから、じゃあこれもう露骨にこれにアクセサリー乗っけてインスタあげますね、はい買っちゃいました、水筒、え、このサイズ感とか超可愛くないですか、ペットボトルは多すぎるけど一杯分飲みたいという時にぴったりです、確かに、しかもこれこぼれないやつですよね、めっちゃいい、女の子って大体このカバンのサイズじゃないですか、500のペットボトルマジ入らないんですよっていう問題の動画を出したぐらい、私すごいそれに最近悩まされてたんですけど、これちょうど良くないですか、コンって言っちゃったごめんなさい、顔めっちゃありがたい、結構探し求めてたかも、これにします、こんだけ可愛い柄いっぱいある中であえてのヒョウにするっていう、強い女でありたいという主張ですね、行きましょう次、本当に日が暮れちゃう、これずっと見とけれる、これ何ですか、加湿器、え、欲しい加湿器、しかもまたおしゃれ待ってください、はいはい、はい、これは加湿器だけどアロマが炊けるってことですか、そうです、アロマウォーターでいい香りのする加湿器です、素敵私令和で一番テンション上がってるかもしれない、これ欲しいです、香りだけ選ぼう、うん、すっきり、あ、これ順番になってる、これ全部買ったら1日ができる、いやでもそれはさすがに調子乗りすぎな気がする、でも私多分アロマ炊くのは結局寝る前だと思うので、心安らぐ優しい香りか、うっとりしたいリッチな香りで違うかな、最高、これ心安らぐ20時の優しい香りっていう曲かけそう、
セクシーな香りがする。うっとりした22時のリッチな香りなんですけど、セクシー。壇蜜さんとかはこういう匂いがするんだろうなっていうイメージの香り。で、これは、清純派女優、17歳、清水沢カレンみたいな、架空の人物なんですけどね。加湿器と20時のやつ、後で購入します。ティンカーベルだ。かわいい。見て。メイクブラシセットとか。なんかビーズ入っとるよ。ポーチー。え、かわいいね。ティンカー。ジェリーボックス。こんな可愛い。え、ちょっとほんと、ま、やばい。え、可愛い。どうしたらいいかわからない、今。ちょっと可愛さをどこにぶつければいいの、これ。ため息が出ます。え、でもこれかな、私今一番気になってるの。ティンカーベル感ないのに、開けたらすごいティンカーベルいっぱい。で、この可愛いブラシ。これは買いですな。次が、これ寝巻きウェアでしょうか。え、だってこんな、おしゃれ。定期的にフリーズしちゃう。全部をカゴに入れてしまいそうになるから、震える左手をこうなんとか。でもえ、すごいお花。こういうドライフラワーって言うんですか、花束みたいにして部屋からぶら下げてる女の子いっぱいいるじゃないですか。これ流行ってるんですか。スワッグって言います。あれすごいおしゃれですよね。でも私にはハードル高い。いつかやってみたい憧れではあるんですよね。あなたは逆さまにしたい。私あれ初めて見た時にこれを流行ってるって知らなくて、なんか処刑って普通に聞いちゃって、友達に結構なんか嫌な顔されてかわいい。え、ここ住む決めました。すごいいいお家。すごい。え、嫌だ。え、ここがいい。私ここ住む。めっちゃかわいい。ほんまにかわいい。どうしよう。今、女子力が開花しすぎて、パッ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 ってなってる。これ女子力が開花した音。見て、アリエルやん。え、可愛すぎる。寝るとことかにトントンって置いてみ。男イチコロやん。本当にちゃんとこういう部屋にしようと思ったら、部屋片付けるとこから今日始めます。だって起きたいもん、アリエルの回。え、これめっちゃいい。持ち運び用にもなるし、これとか、良くないですか？最近ね、化粧とかはちゃんと気をつけようと思うようになったんですけど、夏とかに、オレンジメイクとか流行ったやつのオレンジのやつをどこに入れといたらいいかがちょっとわかんなくて、こういうのに入れとこうかなって思ってた所存だったんですよ。これ買います。開けてみよう。あ、いい、いい、意外と奥行きも結構しっかりめにありますね。これ美容系 YouTuber さんとかだったら、どう紹介するんだろう。あ、ここにすごいブラシとかも入りますし、こことかね、こういうのがあるとすごいなんか、コンタクトとかも入るんですよね。ちょっとわかんないんですけど、これは貝でございます。いっぱいになりました。もう私物みたいになってますけど、これ私持ち運び用もこんぐらいが欲しかったから、いい女感合わせて合わせ技にします。フランフランで通う放題、これ定期的にやるわ。シーズンごとにいいですね。ティッシュケースもなんかこんなシンプルなのにおしゃれね。まだ見てないとこ行きましょう。え、すごい楽しい。もうほんまに楽しい。どうしよう。すごい。ボディーブラシ。これね、ちょっと前にファンの方からいただいたんですよ。洗顔ブラシ。めっちゃ良くて、泡立ちもいいし、柔らかいし、ボディーもある。これ買ってみよう。これで体を洗えたら、体もさぞかし綺麗になるってことでしょ。髪めっちゃいっぱい可愛いのいっぱいあります。可愛い。ほら見て、鏡の種類がめちゃめちゃあります。可愛い。お姫様みたい。で、あと気になるのが、表にあったこの光るやつもすごくない？私だから光り物が好きなんだってば。え、これ貝殻のミラー。この中のどれかのミラーを購入しようと思います。どれにしようかな。え、これハリウッドミラーって言うんだ。これは毎日の化粧楽しくなる。素敵。オレンジのライトも可愛いし、白いライトもありだし、うわ、悩む。え、あ、すごい。ことができます。うわ、魅力的やな。今必死で部屋の配置考えてる。あ、マジで。一回家帰って近日中に来ます。本当に難しい。ミラーは絶対に買いに来る。後日。この可愛い。旅行とか行くときに、こういうのいいですよね。ビニールになってるやつとか。ちょうど私年末韓国に行くので使います。やっぱ旅行アイテムはありがたいですね。私は皆さんが思っている以上に女の性格をしているので、もうこういうのを、だけで、まんまとテンションが上がるんでございます。可愛いルームウェア。おしゃれ。こんなんで寝てる女はもう、絶対にモテる。また住みたいお家。もうちょっとお部屋片付けて整えてから来たらよかったって今心の底から後悔してます。時計かわいい。欲しいってこんな。これめっちゃかわいい。絶妙。友達の犬に似てる。どうしようかな。悩んできた。今もう財布のお紐がゆるゆるになってる。時計買っちゃおうかな。寝る時に置く時計欲しくて、今もう iPhone だけできてるので、
家に時計ないんですよ、私。これとかめっちゃ可愛い。このテーブルクロックか。もう揺れてるのも可愛い。これも可愛くないですか？もう、やばい。こんな迷わせることってあんまないと思う人。これにしよう。もうこういうのは直感で。はい。これにします。ここが最終エリア。出たよ、マット。こういうのもキッチンにクレナちゃんが引いてた。本当に最近人の真似ばっかりしてる。結局は可愛い子とか、おしゃれな子の真似をして、成り立ってると思うの、人って。あ、これ、あ、これ、はい、はい、最強。ここにします。ここに決めました、不動産屋さん。このまんまの部屋に住みたい。今見えました。これですね、私がやりたいことは。はい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 、はい。最高。アメリカの映画に出てきそうな、エミリーが座るやつですね、これは。すごい。こういうのが欲しい。これめちゃめちゃ良くないですか？取っ手が取れて付け替えられるんですよ。かわいい。で、しかも、このまま1個っていうのはありがたい。この仕切りって取れるんですか？取れます。あ、じゃあもう最強です。見た目100点。使い勝手100点。絶対買いに来る。もうすっごい自分の中でモチベーションの高まりがすごい。かわいい。フェイスケア。あ、ブラシ欲しい。良さそう。マイナス4で、艶出し&頭皮ケア。顔、すごい良さそう。しかも洗えるんだ。いいですね。これにします。しかもこの、あれだったら持ち歩けるでしょ。あんまりかさぶらない。かさぶらない。かさぶら、何？かさばら、かさばらない。ちょっと今もう、2箱目に行ってるんで、ぼちぼち買い物。まあ言うても雑貨屋さんでしょって思ってた部分があった。謝りたい全国民に。すっごい可愛い。こんなワクワクするの久しぶりにお店入って、マジで楽しい。というわけでありがとうございました。お会計いきたいと思います。あれ最後、まあ、もうレジが目の前になるのに、目の前で最後にこれめっちゃ良くないですか？首振り付きミニファンヒーター。店員さんもおすすめしてくださったんですけど、電源を入れた瞬間すぐあったかくなって首振ってくれて、お値段もそんなに高くないっていう素晴らしさ。私本当にあの年中末端冷え性で永遠に足が冷えてるので、寝る前ならちょっと足だけ温めたい時とか、温めて温まっちゃう系 YouTuber になりたいと思います。購入。はい、というわけでね、あのフランフランで買い放題企画だったんですけれども、最初はただの女子力みたいな、なんか女子が好きなお店なんでしょうぐらいの認識だったんですが、マジで楽しすぎて、なんと合計金額、はい、39,310円買っちゃいました。まあ年末なんでちょっと、まあね、今年最後の大奮発ぐらいの気持ちで、あの見ていただけたら幸いですって感じなんですけれども、なんか本当に良かった。幸せな気持ちになりましたよね、本当に。はい。まあでもこれでも私は、どうしてやっぱあの女優ライトがやっぱ欲しいから、部屋片付けました。フランフラン一瞬、フランにフランフラン。チャンネル登録よろしくね。